はい、こんにちは、こんばんは、どうもカメです。ということでですね、今回はチームレスマッチの立ち回りを、紹介していくということでね、まあ、最近ね、ランダム制に戻ってしまったんですよ、ランクマッチが。そう、今までね、選択制でね、結構その、ハードポイントだけやりたければ、ハードポイント、ドミネーションだけ見てやったら、ドミネーションみたいな感じでできたんですけども、そう、どうしてもちょっとね、チームレスマッチをやりざる、追えなくなったということで、まあ、結構ね、チームレスマッチへそう、立ち回りとかちょっと忘れたとかね、わからなくなったとかっていうために、今回ね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まあ、ちょっとね、今回は、まあ、その、1日目はね、もう本当にランダム性が始まって、もうすぐの、もう適当にね、なんか、ノラランク待ってたら、なんか、無双できちゃったみたいなね、そう、立ち回りが結構、うまくいけたみたいな感じで、そういう試合できたんで、今回はそれをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。はい、まあ、立ち回りなんですけども、基本的にね、まあ、ドミネーションでもそうなんですけど、ちょっと削られたら引いた方がいいです。はい。ちょっと削られたら引く。はい。これね、もうこれね、この前の打ち合い講座でも言ったんですけども、相手が有利なところね、そう、有利なところにいて、自分が不利なね、ポジションにいるときは絶対に引きましょう。絶対に引くっていうか、その、AR にね、ちょっとでも削られたら、そう、反手にされたらね、やっぱり引くこと、これが大事かなと思います。本当にね、ローンの状態で打ち合っちゃうと、どんな上手い人でも、そう、どんな上手い人と下手くその人が戦っても、どうしても負けちゃうんですよ。そう、やっぱりその体力、そう、一発でも当てられたら死ねっていう状態だったら、さすがにもう、どんだけ上手い人でも絶対に死ぬんで、やっぱりね、その上手い人は体力が削られた状態で戦わないんですよ。だからね、まあ、結構バケモンじみた成績とか残せる人もいますし、やっぱりその引く、そう、体力が削られたらこういう風な感じに引くっていうことがね、結構大事かなと思います。本当にそう、なんていうかな、全打当てることも大事なんですけど、やっぱりこういう立ち回りとかね、チームレスマッチはとりあえず死なない立ち回りっていうことを、意識して、亀さんはやっております。まあね、もう本当にね、言っちゃうと、まあ、タイトル詐欺じゃない、ないんですけども、ね、なんていうかその、結局は AM とキャラコンなんですよ。ね。あ、まあね、こう言っちゃうとちょっと勘違い、してしまわれる方もいるんですけども、一番は、基本ですね、土台はキャラコンと AM です。土台はキャラコンと AM なんですけど、それで、まあ、立ち回りがゴミやったら、もう本当にどんだけね、AM と、キャラコンが良くても、まあ、その、いいね、成績っていうのは残せないんですけど、やっぱり立ち回りとかっていうのが、大事になってくると。もう本当に基本、これ基本ね、そうそう、基本ができてる前提です。はい。もうこういうのって立ち回り講座とかって。そう。大体ね、もうその立ち回りとかで言えば、もう結局言っちゃうと、その、まあね、やっぱり基本は、そういうか AM とかになっちゃうんですけど、そう。できた上で、まあ、こういうね、立ち回りをしてねっていうことなんでね。まあ、ということなんですけども、結構ね、今ね、チーレスでうまくいってるんですけど、今回はね、もう本当に、プレイ動画を見てほしい。そう、こういう背景を。そう、今ちょっと、チーレスね、ちょっと無双してるっていうか、今 V トール出たんですけど、そう、チームレスマッチでね、そう、V トール出て、さあやっていくという感じでね、で、ここね、結構ね、質問多いんですけども、なんかミサイルみたいなやつあるじゃないですか。ミサイルみたいなやつね、ここに右側にね、なんかゲージみたいなのがあるんで、これを押してもらうと、なんかミサイルみたいなのが撃てて、で、下の方にですね、なんか移動のボタンみたいな、なんかくるくる回ってるね、ボタンがあるので、それを押してもらえれば、V トールがね、こういうような感じで、動きます。これね、勝手に、なんか方向とかね、決められないですね。そう、決められずに勝手に V トールね、このボタンを押せば、なんかぐるぐるね、回っていきますので、そう、これ結構知らない方いるね。このミサイルもね、結構知らない方いるんですけども、そう、これを押してあげると、ミサイルがこういう感じでババって撃てるっていうね、感じでございますね。さあ、チームレスマッチで、V トールっていうのはなかなかね、出さないんですけども、さあ、これ言いますね。SR なんですけども、さあ、しっかりやっていって、落ち着いてね、やっていきましょう、SR はね。そう。で、ここね、ちょっと弾がね、ちょっとなくなってきてたんで、しっかり、武器を拾って、さあ、これね、敵がダイムに持ってるんですけど、しっかりグラビティスパイク。で、落とした武器、コルダイトだったんで、さあ、拾っていきましょうか。さあ、これ、カウント EV をオーナーしていって、さあ、いるでしょうかという感じなんですけども、さて、ここは、いますね。さあ、しっかりやっていきましょうか。さあ、ノーマルコルダイトでもね、全然強いんですよ。そう、ノーマルコルダイトなんか弱いってね、そうなんか、レジェンドじゃないと、なんか、戦えないとかね、なんかそういう方いるんですけど、変わんないです。ステータス結構変わってるとかね、なんかそういう方いるんですけど、全然変わってないです。はい。全くレジェンドも、ノーマルも一緒なんでね。さあ、28キル3ですということでね、いいんじゃないでしょうか。ね、完全キャリーやね。完全キャリーなんですけど、さあ、2試合目なんですけども、クラッシュ。あと、チームレスマッチと、全く一緒の、ステージですね。さあ、やっていきましょうか。さあね、もうコルダイト、マジで俺ね、今ね、コルダイトしか使ってないかな。7割ぐらいはコルダイトで、3割はね、ちょっと適当になんか飽きてきたら、なんかちょっと他のね、M4 とか使ってみようっていう感じなんですけども、さあ、しっかりここ、もう一人いますね、敵やっていきましょうか。やっぱりね、コルダイトね、
あの強いです。 AR 並みのあの HBK とかあるんですけど、 HBK とか並みのやっぱり切り速があるんで、やっぱりねあの本当に強いね、あの何を言ってますよ。多分ねこれ弱体格ですよね、コルダイト。あの強すぎます、あまりにも、あまりにもこの武器は強すぎる、うん、やっぱり AKS とかあるんですけど、 AKS も強いですよ。強いですけど、なんていうかな、自分はこっちの方が好きかな。なんか軽くて威力が高いんですよ。そう、軽いって言ったらな、キャラコン結構しやすいよね、こっちの方が、うん、という感じでね。さあ、しっかり高速リロード、マガジンつけてても、40発ということでね、結構、ま、あのリロードもね早くなりますし、やっぱり AKS はね、あの高速リロードマガジンつけてもそんなに弾数ね、あの多いっていうわけではないんで、やっぱり使うならコルダイトかなと思います。まあ結構、うーん、俺はコルダイトかな、自分はコルダイトっす。はい、まあ結構ね、あの赤須かなんかコルダイトか悩んでる方もいるんですけど、あの自分はコルダイトの方が合ってます。自分はコルダイトの方がある、もちろん赤須の方が合ってるっていう方もいます。これは勘違いしないでもらいたい、うん、あくまで亀さんはコルダイト派っていう、ことをねちょっと覚えておいてほしいかなっていう感じがしますね。でね、あのチームデスマッチでですね、やってはいけない立ち回り、これイモル、イモル、これダメです。これなんでかっていうと、あのね、僕みたいにそのあのバカみたいに突る人もいるんですよね。バカみたいにその突る人もいるんですけど、やっぱりね、あの味方がイモっちゃうと、あの前線がね、前線が4対5になってしまうんですよね。1人イモられてしまうと、そう、その分ね、やっぱり前線の方に負担がかかってしまって、2対1で戦う場面っていうのが多くなってしまうんですよね。なんでやっぱりイモルっていうのは、やっぱり味方にすごい負担がかかるし、そのしっかり勝ちたいならね、そう、あのもうあのキルレとか気にするんやったらあれっすよ、キルレとかもう本当に勝ち負けとかどうでもいいって言うんやったらイモりましょう。なんですけども、勝ちたい勝ちたい勝ちたいって人はイモらない方がいい。絶対にあのカバーとかできないからね。そう、カバーとかできないんで、前線のそう試合ないんで、お互い試合なんで、絶対に、イモルっていうことはやめておいた方がいいかなと思います。で、まあ、ここなんですけど、もうヘッドショット狙うようなね、やっぱりコルダイトっす。本当に、コルダイト。コルダイトはやっぱりこういうエイムがね、しっかりできますんでね。さあ、しっかりここ敵にエイムを合わせていってやっていくんですけども、さあ、敵にね、いるのは分かってるんですけど、これね、上から降りてきたのかな、結構。気づかなかった、そうデッサっていうことでね、この時ね、ちなみに自分何やったかな、パーク、そう確かライトウェイと、ライトウェイとで、あとタフネスか、タフネスとで、あとハードラインかデッサやった、あデッサっすね、ハードラインですね、そうハードラインで、という感じなんですけども、結構ねデッドサイレンスつける方もいるんですけど、やっぱりその本当にエイムとね立ち回りさえ良くなれば、そうもう本当になんていうか、デッドサイレンスとかもねしっかり足音聞けばね、関係なくなって、しまうので、そう本当にもうなんていうか、基本はねエイムとキャラコンという感じですね。さあしっかりここやっていって、さあロー削られていったんでね、味方がやってくれてるんで、しっかり後ろをついていってねやっていきましょうか。本当にそういう味方となんていうか、その打ち合うってことは、2対1とかでね意識して打ち合うってことは非常に大事ですね。でね、まあ、グラビティスパイクとかあるんですけど、あの、これに関しては仕方ないっす。これに関しては無理っす。はい。どんなに上手い人でも、あの、グラビティスパイクは避けれないんで、そう、もうこんなん無理っしょ。こんなん無理っしょ。あの、反射神経とかそういう問題じゃないです。もうし、使用上避けないっす。避けれないっすね。はい、という感じでね。まあ、ちょっと今回ね、結構喋りがガバガバになってしまっているんで、ちょっと字幕とか結構入れてるとは思うんですけども、あのね、俺ね、結構、そう、喋りとか結構苦手なんで、そう、ね、という感じで、さあここねロケランでやっていくという感じですね。さあ36対29ということで、それほど点差はないっていう感じなんですけども、さあこれ追いかけていきましょうか。ローなんで、さあしっかりこうグラビティスパイクでやっていきましょう。もう伏せたら終わりよ、グラビティスパイクは。そう、伏せたら終わりっすね。もう死を覚悟しましょう。さあこれ敵いるんですけども、やっぱりコルダイトね、これ全弾当てるのは気持ちいいね。うん、という感じで、さあこれいますね。さあこれいるんですけども、さあしっかり伏せ打ちで、これ2人厳しいねという感じですね。さて45でなんですけども、さあカウンター UAV を発動していって、まあ、ショック RC ね結構あるんですけど、別にそんな自分は気にならないですね。そう結構あるんですけども、自分はそんなに気にならないという感じですね。そう結構なんか冷血つけないのとか言われるんですけどね。さあこうしっかり1人やって、マンションから出てきた時をしっかりやって、最後はグラビティスパイクで締めていくという感じでね、最後は結構いいプレイができたんじゃないでしょうか。さあ今回はね、これで終わっていきたいと思います。27-7ですということでね、うまいと思ったらぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。
excited